メディアを再生するザグレブケーブルカーの車窓ザグレブケーブルカーは、クロアチアの首都ザグレブ市内に存在するケーブルカー。1890年に開通した長い歴史を持つ公共交通機関で、2020年現在はザグレブ電気軌道によって運営されている。ザグレブ市内のドニーグラード地区とゴルニーグラード、メドベシチャク地区を結ぶケーブルカー。 総延長はわずか66メートルであり、世界のケーブルカーの中で最も短いが、双方の地区を結ぶ重要な交通機関として位置、付けられており、2018年時点の年間利用者数は約75万人を記録している。このザグレブケーブルカーは、現在のザグレブ市電の元となった、バ車鉄道よりも1年早い1890年に開通した。 ザグレブ市内で最も古い公共交通機関でもある。オシエクス出身の起業家によって提案された計画が1888年にザグレブ市議会で承認されたことで、翌1899年から1年かけて建設が行われた。開業当初はケーブルの稼働に蒸気エンジンが用いられていたが、出力が低いことや頻繁な修理が必要なことが要因となり、 1934年以降は電力によって稼働され、同時に運営権が民間企業から公営組織に移管された。一時は老朽化のため廃止も検討されたが、利用客の多さから1969年から1974年にかけて長期間の運休を行った上で、施設や機器の大規模な改修工事が実施され、安全性や快適性が大幅に向上した。 その前後も含め、開業時から2020年現在に至るまで、ザグレブケーブルカーでは、死者、負傷者が発生した事故は一度も発生していない。2020年には、開通から130年目を迎えており、開業時から基本的な構造はそのままに、公共交通機関として利用されて続けている、ザグレブケーブルカーは、ザグレブ市の文化財に認定されている。 大規模改修以降2020年現在まで使用されている車両はオーストリアウィーンに工場を持つワーグナー・ビロが製造したもので定員は28人である。ザグネブケーブルカーは坂下のトミッチストリートと坂上のストロスマイヤー、遊歩道を結ぶ路線を有しており、曜日問わず午前6時30分から午後10時まで運行し、10分おきに2両の車両が交互に上下する。 乗車時間は片道64秒である。運賃は5ーナで7歳以下の乗客や定年後の高齢者は無料で乗車可能である一方、緊急時の利用客の運賃は25ーナとなっている。また、各種交通機関が無料で利用可能となる観光客向けのザグレブカードにも対応している。ありがとうございます。